み描いた善と悪の鍵となったエイプマイル、深く被るデッドラインで暗く隠せレッドアイス、ヘッドバース、デスコバース、今宵どこのエンドランス、夜の街で鮮度100のレイのやつとベッドタイム、前後左右見渡せっていう断雷が大敵、この国ではケルベロスが正義なのリバってるんだ、蜘蛛の糸と噛んだた黒か白の札束、次はなんだ誰の番だ、不慮の事故でアスカパン、ケツやしねえ傷跡をしょっちまった。でビートはこちら、では参りましょう。ジフさんとね、金子さんも相当いい勝負になると思います。では参ります。先行ジフ、後攻金子、 DJ フィアレディファイ。もう9月の末やけど俺ら2人で夏の思い出作ろうぜ。あ、このビートならば決めいし、まあ俺の方がえげつねえし、10代多いが20代の底力見せてく年上からの起死回生。はっ、お前のラップじゃ意味ないぜ。お前のラップえげつねえし、感動なんて別にねえし、夏の思い出俺 UMB とかいろいろ見て回った毎日、サンピンキャンプ、ビーボーイパック、夏の思い出めっちゃある。2017ヒップホップ最高の夏、あ、相手はカス、相手はカス、それでも沸かす、どんぐらいのスキルがここにはある。俺も夏の思い出 UMB なら予選で苦渋をなめた。お前はバトンのグランドチャンピオン、俺もそればっちりまあ見に行くからよ、千葉の代表。意味がないのはどっちかお前らわかるでしょ。お、習い予選バカはどけ、頭おかしいんじゃね、そんな負けた試合の話は聞きたくない。俺もっと上に上がっていきたい、お前との楽しい勝負、熱い会話、いい夜もあったよな。それでも俺らはまだ明る、どっちがヤバいかはまた分かる。終了。それでは聞きます。先行ジフ、後攻金子、勝者金子。じゃあ続いて角煮健介さんと寺地君。